固まった、落ちた落ちた、充電じゃない、もうおかしいよやっぱこの iPad ちゃん。ただいま、ただいま、ふっちょさん怖くて話せないってあ、今どこまで喋ってた？途中で消えたよね。せいや選手の背番号1についてはちょっとさっき話したんだけど、永久に誰も使わないのかと思ってたらまさかのでした。わかんない、なんでだろう、愛情注いでるはずなんですけどね。私何の話してました？いい子いい子してるはずなんだけどね。特に何にも話をしていないのか。1月2日はゼップダイバーシティ、そうなのか分かんない、ゼップだっけあれって、アットジャムかな、アットジャムのイベント、そうだっけ、1月2日、1月2日ということは2019年1月2日ということは年越しこっちではすんのかな、わかんないけど、ってなったらさ、だって1月2日があれなんだったらどうだろう、わかんない、地元帰ってんのかな、帰ってないかな、わかんないからさ、年末年始はこっちにいるかもしれない、東京に、だったら、だったらここでショールーム配信ですね。なんかさっきねパパからね、なんか家族からの誕生日プレゼント何がいいって LINE が来たの。でもね、なんかいっぱい欲しいものはさあるけどさ、なんかね、なんか何が欲しいって言われたら何が欲しいか分かんなくて、いっぱい服とか靴とかカバンとか、もちろんなんかお出かけに行ったら、あ、これ欲しいこれ欲しいこれ欲しいこっちこれ欲しいってなるけど、でもなんか分かんなくて、そういっぱいあるけど、そうだから、でもなんか最近ちょっと自分的にはなんか靴とかカバンとか服とかちょっと最近いっぱい買っちゃって、で結構靴とかもうなんかそうちょっと今までのあのアンが買った靴の中では一番ちょっと高かったけ、いやちょっと別に何もいらんって送ったんよ。けどやっぱさ欲しいじゃん、けどさ何って言われたらさ何か分からんのよね、何が欲しいか。正直クリスマスプレゼントとかなんかさメイク道具とか欲しいし、いっぱい服とか靴とか欲しいし、確かに夢の国のあれも欲しいし、タピオカも欲しいし、カープのグッズとかも欲しいし、いっぱいあるけど、でもなんかこれといってめっちゃピンポイントでこれみたいな、もうこれがめっちゃ欲しいみたいなものがないんだよね。だから逆に欲しいもいっぱいあるけど何が欲しいかが分かんない。っていうパパママの笑顔、そうやって打っとこうかな。そうやって打っとく。
現金しか勝たん。いっぱい欲しいものあるけど、別になんだろう、別にさ普通にさ買ってもらってるっていうかさ、何、誕生日だから欲しいみたいなものがさなくってさ、いつも普通になんだろう、欲しいものとかネットとかでこれ買っといてって言って買ってもらうからさ、なんか誕生日だからこれ買ってってなくて今迷ってんだよね。でもすっごい最近本当に犬が飼いたすぎて、もう本当に犬が飼いたいの最近本当にね。けどなんか今広島に犬いるんだけど、さすがにこっちでは飼えないから、一人ではやっぱそのワンちゃんをこう満足させてあげられないから、ダメだ、絶対親にはダメって言われるの、犬がかわいそうだから絶対ダメって言われるけど、もう本気でマジで今犬が欲しい、犬を飼いたい、家に帰ってきて犬が迎えてくれて犬と一緒に寝たい。でもさすがに一人暮らしでは、一人暮らしだったりあと遠征とかもあるからちょっとかわいそうじゃん、さすがにね。あ、犬そうやって自分のあれでなんか犬を辛い気持ちにさせたくないの、自分のいい時だけなんか犬に癒されて、でもお仕事でいない時はほっとかなきゃいけないし、それは嫌だし、それはもう犬に負担は絶対かけたくないの。もう私は本当にもうね、どこのペット犬でも本当に自分が飼ってる飼ってないじゃなくて、どこの犬にも本当になんか犬はもう本当に世界的に、世界のどこにいる犬も幸せでいてほしいっていうよくわからないけど、でも本気でそうだから本当にもう犬をいじめる人を見たら私がその人いじめちゃうってぐらい、あのもう本当になんか犬はなんだろう、なんだっけ、徳川家康かさ秀光か知らんけどさ、誰かがさ動物愛護令みたいなあったじゃんか、出したん知っとるよ、なんか言っとるじゃん。だけなんか今もうそれをこの世の中に、あ、そうそう、生類憐れみの霊、それを今すぐになんかあのこの世の中に復活させてほしい動物を大切にするっていう読めた、みんなそこかい、綱吉か、まあ同じような人ほんまに今すぐ発動させてほしいなってすごく思います。まあ、あんまり動物を大事にするっていう意味しかちょっとわかんないんですけど、そのそれをしたらどうなるとかちょっとよくわかんない、知らないけど、でも本当になんかそれぐらいなんか動物をこの世の中は大切にした方がいいと思う。え、顔叩いたらダメなの？そっか、じゃあちょっと変えよう、皮許そうなんか人間になんか危害を加えちゃうじゃん、皮そういうのとかは OK だけど、だってワンちゃんはそんなことしないもん。だからって思う。 G もちょっと嫌だはい。でもアリさんはね、潰したりしないよ、アリ怖くないもん。狂犬病でもね、狂犬病は犬がね噛んだりさでもするのは育て方とかじゃないの？違うのかな。そんなさ何かがあったから噛むようになっちゃうんじゃないの？わかんない、生まれた時からそういうワンちゃんもいるのかな。でも犬なら噛まれてもいいや。っていうぐらい
なんかまあそれは極端だけど、なんか動物を大事にしたいっていう、どういう話かこうなったんだっけ、あ、プレゼントが欲しいって言って、私は今犬が飼いたいって言ったのか。本当に、あー、もう一緒に寝たいの、犬と私は。ふわふわなトイプードルとトイプードル、トイプードルならさ、ちょっと飼ってたから、飼ってたっていうか、まあ実家にいるから、もう本当に飼いたい、やばい。でもトイプードルがいいな、やっぱ飼うのな、飼うんだったら。いや、もうぬいぐるみじゃ、ちょっと犬のぬいぐるみじゃ私はダメ、私は本物がいい本当に今すごく、だからペットショップに行きたい、ペットショップに行って癒されたい。でもさ、あんまりさ、でもペットショップではさ触れられないじゃん。だからちょっとワンちゃんに触れられるとこにすごい行きたくって、なんかペットショップ触れられると思うけど、なんかさ、買えないのにさ行ったらさ、そんなんさかわいそうじゃん、ワンちゃんが。だから豆柴カフェとか、そう、よだれなんてないよ犬、あ、トイプードルは多分ない、モカはなかったわかんないけど、いいよ犬のよだれなら全然いいわ。そう、猫カフェいっぱいあるのに犬カフェないけんさ、そう、受験案はとりあえず犬が欲しいです。爬虫類は大丈夫です。あー、犬が欲しい。だから最近なんかいろいろネットで犬の画像とか見てる、犬の動画とか、とりあえず癒される。 G カフェ、え、何それ、もしかしてのカフェ、だからもうとりあえずもうトイプードルが欲しい、ちっちゃいワンちゃん。でも大きいのも好きだけど、やっぱりちっちゃいワンちゃんならの方が飼いやすいのかな、わかんないけど、まあ飼ってるからさ。愛犬チップくん、チップあったっけ、チップあったっけ、あったかな、覚えてないチップ、みちゅの愛犬すごい、ツイッター、間違え、ツイッターじゃない、ショールーム、間違えた、握手会、握手会すごい握手会でみちゅの話した、ファンの方が、みちゅすごいねってすごい言ってきためっちゃ詰まっためっちゃ涙目すげえ間違えるなって頭がぼーっとしてるあ、でもさやかさんの話もした、何人かと。モカのこと俺も好きになりそう好きになってね、寒いね最近、犬になったってアバターが多いな犬のモカに会いたいな、ユミ、ユミちゃん昨日初めて、あ、しんさんありがとうございます、ねぼすけさんありがとう、大型犬ならあんちゃん乗れそう山ちゃん、えりくん寒いえっとは今回はイノシシ、トマト、トマト食べたいね、暖房つけた、でもあんね暖房まだつけてない、あん結構頑張る人で、暖房はなんか暖房ってすごいあの肌とかにさ悪いっていうか乾燥するじゃん、だけどもうできるだけ暖房つけたくなくって、だからまだつけてない。家族にさ、なんか誕生日さっき言っとったじゃん、何欲しいって
で、アンが最近高いグッズとかいろいろ買っちゃったからもうなんかいらないわらって送って、なんかその靴とかカバンとか服とかの写真を送ったのに既読無視された。おいおいって感じ。加湿器まだないんだよ、まだちょっとお家になくて、今度持って帰る。こたつない。キューカンバー欲しいって返事して。今日11時ぐらい、うーん、まあそんぐらい、わかんない。トマト一番好きだったよね。トマトが好きなのはのんのかな。のんのかな。両親がかわいそう。だってアンが既読無視されてんだよ。iPad Pro幕張めっちゃ人来そう。本当に来てほしい。謎のトマトキャラ。確かに謎だよね。青ナイタメさん見えなかった。幕張ヒロインか、分からん、ヒロインかな。アンナも謎のキュウリキャラ。いや別にキャラじゃなくてキュウリが好きだって言ってるだけ。センブリキャラは当の昔。顔痩せする方法、アンナも知りたい。幕張青いと思う。他推しの人めっちゃ来るみたい。本当に本当に。ショートホープさんに言われてる。ノンノは昔からビジネストマト疑惑あるよ。じゃあノンノに聞いてみな。みんなユサイシスターズ、もうセンブリキャラは懐かしいね。キュウリの CM 狙うしか。みかん食べとらん。テトさん米田家。こんばんは。キュウリアレルギーなの。むつき大志さん幕張じゃなく自分の紹介で一人、ありがとう。アンちゃんレイにも連れてきて。申し訳、バイトお疲れ様。最近センブリ茶飲んでないね。飲まないよ。熱々おでん、あーいいね。おでん食べたくなりますね。ユミ、ユミちゃんいつも握手泣いちゃうって。かわいい、嬉しい。でも女の子とかね、結構なんかやばい泣きそうって言ってくれて、そんな私なんかと握手をして泣きそうって言ってくれる子がいるなんて、私は幸せですよ。本当にありがたい。みんなをだから私が幸せにしたいです。のりこ、のりこさんのお姉ちゃんありがとう。セブンのおでん美味しくなった。そうなん、なんかファミマとかの方が、ファミマの方があったりしたらそっち買っちゃったやだ。セブンまだあんまおでん食べたことないかも。無性に会いたい。トシカツさんやった。まさまるありがとう。あんなーって。めちゃくちゃ泣いた。ふみかちゃんねえ、ほんとに。泣きかけて大丈夫って言われた。へへへへへへ。はい、あんなーでした、トイさん。ひろたん、まさまる昨日は泣いてるのバレてないだろ。泣いたの。ミクリン似てるって、似てますか。アンナの顔が見られて嬉しい。ミカさん、さえちゃん嬉しい。はんぺん、はんぺん、あ、おでんに。青ナイタメさん
あんなれ、え、嬉しい、お姉ちゃんが喜んで25日福岡で、お、のりこちゃん待ってます、名古屋までのまんちゃんショールームで我慢しないと、えりくんいつも来てくれてありがとう、3週はする、お、トマト、トマトさん待ってます何週でも似ている、いろんな意味で泣きたい、みやちゃんなんでやねんでも餅巾着あんは、でも最近東京に来て、東京に来て関係ないけど、なんかおでんの大根が好きになったと、あとはなんかだし巻き卵とか、あと糸こんにゃくとかつくねとかがあんは好きです。おはしさん、おはしさん、お花本当に感謝、本当になんかもう優しすぎて、おはしさん本当に、おでんにタピオカ、あ、でも普通にさ黒糖の味がしないタピオカだったらワンチャン美味しいかも。ちくわぶ人気やな。10枚くらいまとめ出しするかも、スケブありがとう大輝、嬉しい。アンナちゃん泣きそうになんないよなんないよ、タピオカって元の味はなんかある、やあるところとないところがあるんだよね。あ、わかる、おでんに柚子胡椒はすごいわかる、大根が一番人気なんだ、からしはつけない、辛いのは苦手。お家帰ります、桃生姜、またね、またね。さすがタピオカ、あなたあの楽しいよって、まさゆきさん、白滝わかる、あったかい、そう、これからでもタピオカあったかい季節になるね。やっと会えたねって言おうか、 ENN さん、ぜひ。ミカさん、静岡おでん、タピオカは黒糖しか勝たない、あ、それはわかります。うん、足かゆいの、え、何の話、え今日のリーダー幼い、お風呂街だからか、うん。チーズティーのタピオカ知ってる、知ってる、あのピンクの靴めっちゃ身長持っとるよ、10センチぐらい持っとる。福岡でタピオカデビュー、お、あったかいタピオカ、そう、これから多分きっとあったかいタピオカになりますよ。ケンスケ嬉しい、読みまくると疲れるぞって、今度は名札に気をつけます、あはは、ジョイシューさんウケる、あれ、足 22.5 センチ、タピオカ飲みたくなってきたね、我慢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 。最近お店で並んでるのタピオカ見てる、見るとアンニャしか出てこないそうね、最近ずっとタピオカ行ってるかな。タピオカドリンク一時期作ってた、そう、新大久保で買ってた。ふみかちゃん幕張メッセで改めて挨拶しますって、嬉しい、ありがとうございます。ここ、こことか、こことかはねコスパがいいですね。でもあんタピオカも結構ね冷たいのが好きかも。ローライさん食べたことないんだよね、あんまりコラボで流行んなかった、何も誰も言わなかったし、あんまり。ショーコとか食べに行ってたかな。ランちゃん姉妹グループ受けてくれたのかな、ありがとう。ねえ、なんかさ書類がさ出してさ、こう二次審査とかはさ、もうなんだろう、まあ二次審査わかんない、最終審査とか、あ、でも二次審査もかな、その場でとか結構結果が出るから、なんかそういう時はさ、なんだろう、うん、ドキドキが逆にない、怖いけどもうその場でさ諦めがつくっていうか、あれだけどさ書類ってさ、なんかいつ通ったか連絡来るんだろうみたいなさ、怖いんだよね。ね、ルマンのミルクティーと関東に進出してから1回だけ食べました、アイス。今来た、こんばんは、ロッシーさんこんばんは。
琥珀の全身画像あげてください。今度あげます。でも紫の方はちょっと撮ってないんですよね。タピオカはそう、私も氷少なめが好きです。私も実は受けましたってのりこちゃん。お、みんな受けてくれてる。ワンチャン書類送ってみようかな。うん。合格発表して囲み取材の、あーどうなんだろう、わかんない。前回そうだったけど。セクシーポーズできるのって秋山さん。どうしよう。初めてショールーム、みひろちゃんかな。ありがとうございます。ワイも送ってみようかな。うん。ドレスの全身多分ないんだよね。娘に何とか受けさせようかと。無理やりかそれは。大丈夫か。もう一回着ようって。あったっけ全身。でも衣装メインじゃないな。あったけど。みたいな感じ。すごいピアスについて言われるんだけど。違う、私はイコラブ入る前から空いてたのけど、最近すごい塞がりそうだなって思ってめっちゃ入れる時間かかったけど、なんか塞がるのはちょっと嫌だなと思って開けたっていうか今入れてるだけ。でもすっごい入れるのに時間かかったしめっちゃ痛かったけど別に。そう、でも閉じたと思って、そう閉じたってこの前は言ってたんだけど、なんか閉じてなかったっていう。そう頑張った。そうです。そう、なんかすごい別に今空いてなくても全然いいし、てかむしろこの何年間か、2年間ぐらい、2年間は経ってないか、1年以上1回もつけてなくて。そうでもなんか衣装とか、例えばこれから会った時にあのイヤリングすごい痛いってなっちゃって、そうでなんかこの今回のやつもフォースシングル、あイヤリングだったんですけど、すごいなんか痛くって、なんかピアスの穴が開いてるところに1個ずつで、普通にここに1個なんだけど、開いてるところに刺すのはすごい痛くって、でなんかこれから普通にみんなイヤリングみたいになった時に、あの踊る時にイヤリングすごい嫌で、あんま好きじゃなくて、なんか怖くて踊りがちっちゃくなっちゃったりするの、イヤリングだとはっていうのが広島の時から結構そうで、でイヤリングってずっとしてると痛いし、そうだからなんかたまたまなんかピアスが転がってるの見えて、あ見えてって転がってはない、普通になんか違うものを取り出す時に見えて、あちょっとあれだなと思って、もう閉じてるかなと思って入れてみたら意外にいけて、でもめっちゃ大変だった、30分ぐらいかかって。そうだからなんか少しの間ちょっとやっとけばまた塞がらないかなと思って、そうでも別に私は普段とかは多分そんな普段はつけるかな、わかんない、これを機につけるかもしれないけど、そうけどまあ基本はつけないけど、炎症しないのわかんない、したらどうしよう。いや全然冷やしてない、別にもう今はあれだから。そうだからイヤリング、衣装は今イヤリングなんですよ。あんまでもそうだから、でもイヤリングがなんか踊るときは嫌だからイヤリングじゃなくして髪飾りにしたから、そうって感じ。やっぱ好きじゃけん嬉しいけん。握手行ってみようかな。カステラさん、嬉しいです。開けるときはいとこに開けてもらった。
もうぜもう多分一生開けないと思う、ピアスどこにも。衣装にでもピアスはないから。そう、ノノとかは自分のつけてるからね。でまあイヤリングで踊れないの、飛んでいきそうで不安になっちゃってダンスがちっちゃくなっちゃうから。でも言ったらピアスにしてくれると思うけどね。ジャケなの金属探知機するの、しないよわかんないけど。琥珀検定あやかちゃんお疲れ様。うん、ピアスそこまで痛くないと思う。なんかそんな靴も飛ぶもんね。そうマジで一回あんま飛んでいきそうな時があった。え、保安検査場、え、あのさ飛行機乗る時さあれ、アウトのピアスってダメなの？最近広島弁移ってきた気がするってすず飛ばしてって、飛ばさんは、ね、そう透明をね、透明つけようと思ってる。みーみーってあん、問題ない、大丈夫よ。なんだダメなんかと思ったやん。でもさすっごい飛行機にさ乗るときさすっごいドキドキせん？なんか別にさ悪いもの別に持ってないしさ何も悪いことしてなくてもさ、なんかカバンをさあれしてさ自分がくぐるときにさピーって言ったらどうしようみたいなすごい思う。なんか毎回怖い、ヒヤヒヤしちゃう。飛んできて取ったら持って帰っていい？考えとく飛行機で日曜日飛行機乗るでしょって。え？いつ？あ、福岡の後？あーかもね。まあ福岡だったら乗るんじゃない？知らないんだよね全然握手会入るときそうなるなんかさ例えばさ、まあ持っちゃいけないって言ってもさ、まあ、ハサミとかさ、なんだろう、まあ、ペットボトルとかさダメじゃんか。でさ悪気がなくても入ってる人とかいるじゃん多分。もうさ毎回怖いもん。でまあもう一回もまだ引っかかったこと多分ないけど。でも飛行機はなんか前よりは慣れた、イコラブ入って何回も乗ってるから慣れたけど、でもなんか一人ではまだ乗れないかもなんかわかんない、不安になる。そうなんかこの前いつも結構メンバー待ち合わせして飛行機のなんか羽田とか成田、羽田かとかに行くんですけど、なんか羽田に行くときに一人だったんですよねこの前。で一人でそこの集合場所まで行くのにすっごい不安で、もうめっちゃ怖かったもん。なんかまだ飛行機は受験なれん。新幹線は広島に帰るときは一人で乗る。アメちゃんくれる、あ、もらったもらった。身長制限ないです千里さんありがとうございます。初めての一人遠征、え、無理やだ、飛行機は一人で乗りたくない名古屋の時初めて一人で新幹線乗ったよって、むつき緊張した一人旅絶対面白くないよ。でももう新幹線は行けるけどちょっとね飛行機は無理か。電車はバッチリ、東京の電車は
多分。あ、でももう今はなんだろう、あるじゃん、あのなんだっけ、あのアプリ、そうじゃけん、あれだったら、え、みんなも絶対さ、なんか東京とかさ来た時さアプリ使うじゃろ。でもなんちゃら線とかがちょっとあんまし分からんくって、なんかメンバーになんか何線みたいななった時に、え、例えばなんか色で言う、多分山の手だったら黄緑とかじゃん、そういう風に黄緑黄色とか色で全部言うけど、なんかそしたらいやいやなんちゃらの色に2つあるしとか言われる。一人で韓国は絶対無理。すごいね。一人まるまるはね、ちょっと家がいいだったら、一人家、一人ホームでいいや。副都心線、有楽町線、うん、でもちょっとそれ何色かとかちょっとやっぱ全体的にはあんまし分からんけど、広島の路面電車も基本ちょっとあんまし分からん。今広島の方が分からんかもしれん。あんまり広島ってあんまりなんか乗らないっていうか、電車どっちかといったら乗るけど、なんかあんまりあん乗らんかったから。広島わからんのよね。一人ディズニー行きたくない。でも普通に電車とか本当にわかんないときは、なんかこれってなんちゃら行きますかって普通に聞く駅員さんに。なんかそこら辺の人にはちょっと聞けないけど、一般の、でも普通にその駅員さんには聞けるから、分かんなかったら普通に聞いちゃう。ラーメン好き、うん、まあ好きだけど食べに行くとかはあんましたことないかも。一人タピオカはいけるけど、でも一人であんまり並びたくないから、あんまり並ばなくて長蛇の列じゃないところなら一人タピオカする。よいしょ。ね、ミッキーとミニーのさ誕生日だったんでしょ、この前の科学の日が。やばかったんでしょ、待ち時間。方向音痴って、いや分からん、普通じゃない、そんな言われたことない。一人美容院は行けるよ。でもリサとか一人で美容院に行けなかったのに行けるようになって、なんかいろんなところにリサ一人で行くようになって成長したなってめっちゃ思う。だって一回あんリサの美容院ついて行ったこととかあるもん。成長したわリーちゃんが。あーでもそうだよね、一人ディズニーのシングルライダーお得。でもあんはちょっとな、誰目線って。そう、リサの行動力すごい。一人カラオケ行ったことないんだよね。リサの方が行ったことあるんだよ。一人カラオケね、今まだ行ったことない。怖い。表参道の美容院の頃が懐かしい。でもまだ東京で一箇所しか美容院行ったことない。そこしか。そっか、のんのを一人ディズニー行ったのか、すごいよね。でもそういえばりーちゃんがディズニー行きたいって言ってきた。確かインスタになんか書いてた時だよ。でもアンが寒いって言った。違うの、アンら今すごい食べ歩きみたいなとこに行きたくって、そうりーちゃんともそれを言ってるんだけど、そう、でもなんかそれだったらおそろとかしたいよねって言ってる。女の人よく病院帰るって聞くけどね、なんかあんはずっと同じところ、同じメイクさんのところ。だって寒いじゃん。だからまあ今だ、今の時期はいいけど、
シーランド、いやなんか本当に最近なんかイコラブ入ってずっとシーに行っとるけんランドに行きたいんじゃけど、でもなんかランドだとステラルーとかおらんのよ、アンが好きな、アンとリサが好きなダッフィーとか、ダッフィーとジェラトーニとステラルーとかシェリーメイとかがいないから、でもそっちは C なんだよ、だから迷っちゃうんだよ。やっぱそう C に行っちゃうんだよね。ランドは5歳の時からしか行ったことない。そう、ミッキー11時間待ち、やばいよね、11時間だよ。年パスね、欲しい。でもなんか本気でなんか年パスをリサとなんか買いたいよねみたいな話になって2人で調べた時があって、でもなんかそれだと元を取るには多分月1は行かんといけんのよね。でそう考えたら月1ディズニーは絶対多分行かないし、やんらだし、なんかやっぱディズニーになんかその月1で行ったらそのレア感がなくないじゃんか、やっぱり。なんかそれはめっちゃ好きって、めっちゃ好きだけど、そうだからやめた。なんか今アンラはその息抜きとか、なんかそのプライベートですごい楽しみ、これを楽しみに頑張ろうみたいな、それでなんかディズニーがそういう存在っていうか、なんかやっと行けるみたいな、そのレア感がちょっとやっぱディズニーはいいかなって思って、年パス買ったらもう何回も行っちゃうからやめた。マジで買いたかったけど、なんかご褒美感覚でディズニーはいいなって思ったから。そう、慣れちゃうと楽しめないからね。そう、なんかディズニーだけじゃなくていろんなとこに行きたいから。でも USJ 行きたい。USJ はね、行きたいかも。握手券の年パス字はどういう年パスなんそれ。アンナちゃんのこと気になってめっちゃ桜井ひな子ちゃん見るたびにアンナちゃんのこと思い出してまこさん嬉しい。広島遊園地あるよ、弥勒の里っていうとことか。でもあんま行ったことないけど、握手会もレア感が必要なんかなってじわいただきました。 USJ は楽しいよ。ダイスさんやば、夢タウンって、夢タウン、これリサとよく歌ってるやつ。カープ見るたびにアンに思い出す、それは嬉しい。握手会の年パスはいらんやろそれどういうことやねん USJ の年パス欲しい。広島はダイソーしか、やっぱりダイソーですよね。小さい子見るたびにアンの思い出す、それめっちゃ毎日思い出すじゃん絶対。読売ランド行きたい。ユニバ行きたいな。はま寿司なんで急に着ぐるみ怖い30分、やば、ユニア。でも今広島のテーマパークじゃないけど、なんかそういう存在って結構カープかも。なんかカープってすごい、なんか
テーマパークチックなんか雰囲気が。でもサンフレッチェも結構そうかも、なんか子供の遊ぶとこがあったりするし、なんか夏だと縁日とかどっちも出るし、なんかご飯がいっぱいあるし、なんかそう考えたら私的に結構カープとサンフレッチェが広島にとってなんか遊園地じゃないけど、そんぐらいのなんだろう感覚っていうか、本当毎回テーマパークに行く気分になる。本当になんかいろんな写真撮れるとことかあるしっていう感じ。チームメイトさん、はじめまして。なんかカープがテーマパークっていうか、なんだでもそんぐらいになんか本当になんかワクワクできるところ。っていう感じですかね。っていう感じですかね。まあ明日はミコタイムなので皆さん見てください。明日何時からだろう、でもミコタイムが7時からだから8時ぐらいまでで、まあ10時とかぐらいから始まると思います。きっと今日と同じぐらいかもしれないけど、リサとサナと3人です。リサナ、ツンリサ、ツンアンリサです。みんなたくさん見てコメントしてくださいね。まあ結果いつもの時間って感じで、みんないっぱいコメントしてね。イコタイムはもうコメントと一緒になんか配信するっていう感じなので、司会誰だろう、わかんない。みんな見てください。そう、大人メンバー結構。じゃあそろそろ終わります。終わります。リサとアンがもう MC したから、じゃあサナかもねって感じで、よし読みます。13位から、13位がゆかりん、12位がルルルタンナさん、11位が島根のサシコンさん、10位がイトコンさん、9位がマハロさん、8位がケンオンさん、あ変わった、待って、8位が待って、13位が島根の差し越しさん、12位がマハロさん、11位がケンオンさん、10位がニゴさん、9位がセイタ、8位が大阪さん、7位がなんちゃらおじさんさん、6位がテツさん、5位がゆかりん、4位がサシナユイさん、3位がイトコンさん、2位がポークたまごさん、1位がノブさんです。ありがとうございます。よし、ランダム5人いきます。1人目、アルサンさん、アルサン。2人目、ネボスケさん。3人目、なかなかさん。4人目、シュンさん、カタカナ。5人目、スケサブローさんです。ありがとうございました。ノブさん、タワーありがとうございました。本当に。じゃあみんなおやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。じゃんけんします。せーの。じゃけん、じゃんけん、じゃんけん。はい。グーでーす。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。もうね、このまま寝ます。さよなら。このまま寝ますって嘘。バイバイ。